ゃあ写真も撮っていいですか。はい。私どうなってるのかわかんない。はい、行きます。はい、チーズ。ありがとう。ツイキャスご覧の皆様、今から1時からですね、光の窓のあなたの声を聞かせて始まります。どうぞご参加ください。イエーイ、大吾さん、ヤッホー。お、来た。ありがとね。今週も始まりました、光の窓による、番組お届けしてまいります。あなたの心の声を聞かせてのお時間でございます。今お時間1時ですけれども、1時半まで、お届けしてまいります。はい、私がロザリオ悦子です。1時半までよろしくお付き合いくださいませ。はい、この番組ではリクエストやメッセージを募集しております。宛先は、メールで 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com でございます。こちらの方に、お送りください。またはツイキャスの方やツイッターでもご参加できますのでお願いいたします。はい、タイゴさんからメッセージ来て、ついさっき起きた、わらってなってますけど、いいんです、それがいいよ。うん、なんか眠い時あるね、なんか春だしね。寝れる時間は寝た方がいい。うん、はい、シュプリームさんからもご参加していただいて、いつもありがとうございます。悦子さん、こんにちは。こんにちは。東京は真冬に逆戻り。へえ、冷たい雨が降っております。そうなんだね。沖縄もね、まあ、ちょっと動画見てる人は分かる、今日私長袖着てるんですけど、結構珍しくて、はい、ちょっとね、今日は朝ね、すごい沖縄晴れてたんですけど、風がね7メーターぐらい吹いてて、なんか北風なんですよ。でちょっと寒い感じです。はいはい、太鼓さん、ユミちゃんの朝の番組で寝落ちしてただって。今日ね、お相手ユミさんでございます。はい、今日、一郎ちゃんちょっとお出かけしてますので、ユミさんがお相手です。はい、ユミさんの多分声が心地よかったので、寝ちゃったんじゃない。そうかな、ユミちゃんのせいなんじゃない。あ、さ、私のせいか。うん。いいよ。オッケー、オッケー。オッケー。はい。ね、この間3月1日はこの沖縄県立高校の卒業式の日でございました。はい、はい、なんか結構ね、ニュースとかでも大々的に取り上げられてまして、で私も高校にこの間グリーフケアの授業に行ったところでして、なんかたったその2時間しか生徒さんと関わってないのに、なんか3月1日なんか切ない気持ちにちょっとなりまして、2月28日にこうその授業の時に撮ったおふざけ写真とかもこう貼って、うんうん、掲示してもらえるように高校に持って行きましたね。はいはい、いいですね。はい、そうなんですよ。もう今日だからテーマ卒業とか春とかになったら、なんか思い出すこととか、なんかね、春になるとね、満ち込むんですよね。わかります。うん、なんでだろう、なんてかな。やっぱりこう動物なんだよきっとね。春になるとなんか動き出したくなったり、うんうん、冬の間にやろうと思ってたけどできなかったことをなんかこうやりかけたりするのかなと思ったりしております。なので春とか卒業式とかなんか思い浮かぶこと
あれば、また春にお別れした人のことでもいいですし、はい、今日はそんな感じでいきたいかなと思います、はいはい、では、オープニングの曲をお届けいたします。マイクル・ジャクソン Remember the Time。あ、このイントロ大好き。いいですよね。かっこいい。かっこいい。かっこいいね。大好きマイケル。いいですよね。うん、私が小学校1年生の時かな。うん、で、あ、うん、じゃなくて、これは大人になってから。まあ、うちの姉が小学、あ、4つ違いでいるんだけど。はいはいはい、姉が小学校5年生の時にマイケル・ジャクソンのことが大好きになったわけ、うん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 、でもう CD とかいつも流してるからさ、ビデオとかさ、なんかもう見るじゃんね1年生ながらに。そうなんですよね。だからすっごいマイケルの曲とか意味わかんなくても英語で歌えるみたいな、もう耳慣れててみたいな、うんうん、これはもう大人になってからだね。影響ってすごいですよね、兄弟でね。すごいです、上にいたら。そうなんですよね。だって小学校1年生、まあ、5年生でも早いと思うけど、1年生でマイケル・ジャクソンの曲歌えるって、歌えるってなんかちょっとなんだみたいな。なかなかいない。そうそう。で、私ね、初めて誰かのコンサートに行ったっていうのが中学校1年生の時に横浜スタジアムでスティービー・ワンダーでした。マジか、はい、最高だったんじゃないですか。もうこんなちっちゃくてね、こんなちっちゃくてね、スティービーなんか銀色の衣装着ててこうやって動いてるから、あれがスティービーなんだなと思って、うんうんうん、今大きい会場とかでやるときはほら、あの大きい画面もあるじゃん、ね、はいはい、でも昔だからないから、確かに、ね、ずっとそのちっちゃいこの塊を、うん、あれがスティービーなんだなと思って見てたっていういいな、はい、マイケル・ジャクソンの東京ドームのコンサートも行きましたね、2回ぐらいかな。結構ね、一番近いとき16列目っていうのがあって、もう超マイケル。16列目、はい、東京ドームでマイクの16列目。やばいよね。気絶する。かっこいい。もう結構近いじゃないですか。近いですよ。よく撮れましたね。もうなんか発売日の朝並ん、もう暗いうちから並んでみたいな感じで。それでも撮れない時ってあるけど、そのなんか 2日分撮ったんだよね。うん、1日目は1階の後ろの方で、なんかもう1日目は16列目。すごくない？マイケル・ジャクソンの16列目ってなかなか、もうあれ売ったらすごいことだったね。うん、これちょっと長いんだけど最後までかけたいと思います、この曲、はい、うん、これ最後の方が好きなの、この Remember the Time、 覚えてるあの時っていうさ、うん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 、で、あの公園で、あのビーチで、あなたは、あなたは、あなた覚えてないの、あなたはあなたはってこう繰り返すとこがね、すっごい好きなんですね、うん、お届けしましたのはマイコージャクソン Remember the Time でした。はい、このね、うん、曲大好きなんだよもうかっこいいですね、最後も。うん、そうなの、最後がね、グッとつかまる、あのイントロも始まったら、うん、って思うんだけど終わりの、もう本当にあなたはあの時覚えてないの、うんうん、あの暗くなった公園で、うん、ビーチで、ね、あなたはね、あなた覚えてないの、もうなんか世界を手に入れたマイケル・ジャクソンが、はい、一人の人に対してそういう風に思うんだって。いや、やっぱり世界を手に入れた男でも誰かの一人の心はつかめないこともあるんだと、あるんだっていうね、なんか
感情がね。そうなのよ ねなんかそれがね、なんかこう生で聴いてるわけじゃなくて CD なのに、うん、もうちょっと鳥肌立っちゃうみたいな、うんうんうん、伝わってくるってことですよね、はい、もうこれ大好きな曲ですねって考えた。歌ってすごくないですか。すごいね、すごい。なんかね、あとね、私エルヴィス・プレスリー好きなんだけど、うんうんうん、まあ私がこう物心ついた頃に亡くなっちゃうので、はい、生でなんていうの、例えば生でっていうか自分がこう育っていくときに曲が出たりとか、うん、画像で見たりっていうのはなかったんだけど、はいはい、もう後から映像とか CD とか残っててくれてありがとうと思ったし、うん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 、なんかやっぱマイケルはやっぱいろんな思春期とかにもいっぱい聞いたし、うんうん、なんだろう、自分がマイケルと同じ時期に生かされてくれてありがとうじゃないけど、うん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 、リアルタイムでありがとう、うん、さっきちょっとね、あの曲の途中でもユーミさんって話してたんだけど、はい、マイケルのコンサートも何回か行かせてもらって、うんうんうん、もうそれをやっぱり生で臨場感ありで聞くっていうのは、いやなかなか。そうですよね、はい、いやいいな。だからね、なんかね、エルヴィス・プレスリーのね、このなんかムービーとかね見てると、この、はい、そのコンサートのさ、ライブのさ、うんうんうん、ビデオとかがあるんだけど、うんうん、いいなって思う、ね、この人一生これ宝じゃんみたいな、うんうんうん、そう。やっぱマイケルも亡くなっちゃったのでね、もうこれから新しい曲を聴くことはないんだけど、うんうん、でも今までのある曲でもう十分出揃ったなっていうぐらい、うん、マイケルは歌い尽くしていってくれたんじゃないかなっていうふうに、うん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 、思っています。そうですね、うん、そうなんです。同じ時代に生まれて嬉しいなって思う歌手の一人でございます、うんうん、はい、はい。シュプリームさん、今日も本当にメッセージありがとうね。何度か話しましたが、9年前の春に父親が癌で亡くなり、ちょうど今頃死期を悟った父にせがまれ、雪を見に見に、いや、ごめんね、うまく読めなかった。死期を誘う、おかしい、もう一回最初から読まして、うんうん、何度か話しましたが、9年前の春に父親が癌で亡くなり、ちょうど今頃死期を悟った父にせがまれ、雪を見に山に行ったのが懐かしいです、うんうんうん、ね、ありがとう。こういう大切な思いをね、分け合ってくれてすごい嬉しく思います、ね、だから桜が咲く頃もね、シュプリームさん、そのお父さんのことを思い出すって前言ってたよね、うん、うん、本当にこの季節っていうのはね、なんか誰かが亡くなったのとかってすごくこうリンクして残るものだなって、あの時すごい寒かったなとか、あの時暑かったなとか、なんかそういう風に残るものだなと思います、はい、うん、その時に流行ってた曲とかね、なんか結構頭に残ってて、その曲とかが流れると、あーって思い出して、なんか悲しくなったりとか、ね、うん、リンクするね、うんうん、音楽とか匂いとかってある。そうだよね、ある。私も前ね、あの片思いで別れた、あ、とか両思いだったけど、こう付き合ってて別れた後に何年も経ってその匂いをハッて嗅いだことがあってさ、ハッて振り返ったら全然知らないおじさんがいた。びっくりした、ちょっと期待しちゃったよ、うん、だよね、うん、そうなの。ひふみさんからどうもって来てます。あの、読むけど今先にコマーシャル行くね、はい、はい、なのでコマーシャル明けも待っててよ、はい。なんかそれもさ、なんか誰かのお見舞いに病院に行った時の、うんうん、あの売店で本当にって思ったんだよね。すごくない、うん、知ったら本当に絶対知らない人。なんでやねんって言ってくれる。もうなんかその匂いも忘れてた感じなのに、うんうんうん、あるある、もうびっくりした。ていうかそれ何の匂いなんですかってちょっと聞きたかった。香水、香水なのか、なんかボディローションとかなのか分かんないけど、でも全く同じ匂いだったんだ。はい、すごい。その1回しか嗅いだことなくて。あ、そうなんだ、すごい。日本でもう、なんだろう、なんだ、10秒前です。
ハッピーの曲流れてきました。リクエストの曲のコーナーですけど、ひふみさんからの、メッセージを先読みたいと思います。はい、はい、あのさっきシュプリームさんのお父さんのお話読んだので、うん、あのそれに対していい話っていうことで心の中で生かしてあげてくださいねっていうふうに、メッセージもらいました。はい、ありがとうございます。さあ今からお届けする曲ですけれども、もう沖縄では知らない人が知らない人がいないっていう有名な曲をおかけいたします。はい、でこれをなんで今日かけようかなと思ったかというと、はい、あの私昨日久しぶりに映画を見に行ったんですよ。おー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 、はい、なるほど、はい、そうで、うん、仙骨を見てまいりました。もうあれ去年の11月ぐらいからもう公開されてて、もう終わっちゃったかなと思ってたんだけど、まだやってて昨日満席でございました。私も見に行きました、仙骨。ああもうね、あれ全国の人に見てほしい、本当に思う。あの沖縄出身の、うん、ね、うん、監督照屋俊之さん、はいはいはい、ガレッジセールのゴリさん、うん、まあ彼しかできない映画だったね。うんうん、で生と死を書いてるんだけど、なんかちょっとこっちも仙骨ってちょっと緊張しながら見に行くような映画だと思うんだけども、笑いが成功してきて、ね、コメディアンもありながら、そうあのね重くならないで死と生というものをこう紡いでいくんだっていうのが、うんうんうん、すっごいシンプルに書かれていて、うんうんうん、もうちょっと本当に終わり方でね、はい、あの終わり方ちょっとみんな分かんないかもね、終わりの方にも近づいてるんだけどあのぜひぜひ見てほしい、うん、なんとか。もちろんビデオでもいいかもしれないけど、あれ映画で見た方がいいと思う。見た方がいい見た方がいい本当に。あのね、見に行ってお願いします。洗う骨って書いて仙骨ね。あのやっぱ沖縄離島であの火葬場がないところとか、うん、まだ風葬本当にそうなんですよね。はい、であのそれの話を描いていて、うん、そしてさ小蛇美佐子さんも出てたしね。そう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 、うん、すごいなんか皆さんこのキャストがすごいしっくりして、すっごいしっくりなんかまあ、あんま多く語っちゃいけないけど見に行く人いるから、はい、奥田民生さん、もうだってトレンディ俳優だったじゃん。もうすげーって思った。本当にすごいですよね。もうすげーと思った。いやあれ本当に感動するし、感動だね。なんていうんですか、もう最初から最後までのめり込んで、うん、そう、その場にいる感じの、そう、全然ね、なんかね余分なことがないんだよ。そうそうそう、うん、太吾さんも仙骨見たいんだよねって来てるね。今全部ひらがなだったから、なんか何の合図だと思った。そう、見て、太吾さんお願いします、本当に、うん、絶対見た方がいいです。で、うん、私仙骨見て初めてこういう風習もあるんだって、うん、そうなの、そうそう、知らなかった、知らなかったんですよ。まさかまだあるのかって聞いてはいたんですけど、昔はだいたいこうだったよっていうのは聞いてたけど、うんうん、まだこれが引き継がれてやっているところがあるとかっていうのは、うんうん、私も初めて知って、うんうんうん、うわそうなんだって言って、実際どんなってやるかもわからないし、うんうん、いやすごいなって思うしね。うこの家族の思う気持ちとかもすごくうまく書かれてたし、あれさ普通に仮装するより多分辛いよね。4年間待ってまた会うっていうさ、いや辛いなと思う。私最後の時ダメでした。あ本当に、うわってなりました。うん、私あのこのまあ、私も内地から来て、まあ、沖縄16、17年目くらいだけど、はい、あの1年しか住んでない友達と昨日見に行ったんだけど、うん、なんでそこからわざわざ出すのって言って、うんうんうん、あ、だからあそこお墓じゃなくて共同の使うとこなんだよって言って、うんうん、あそうなんだみたいな。多分そういうのほら内地の人だったら知らないとかあると思うんだけど、ね、うんうんうん、なんかそういう本当にある風習を、はい、ああいう風に描いたっていうのは本当に見てほしいなと、うん、本当ですね。もう前置き長くてハッピー終わっちゃったらごめんなさいね。はい、じゃあ小蛇美佐子さんでわらび紙お願いします。最高、カラオケ行きたい。私も昨日そうだった。カラオケ行きたい。もう昨日映画終わってから今すぐ行きたいと思った。いいこれ、一人カラオケとか行く？まだ行ったことないです。ないんだ、うん、じゃあ誰か友達と行くの？そうです、そうです。これが最後にスーッと流れてくるよね。太鼓さん、唐揚げ食いたいは何？急に。私もか最近から
最近唐揚げにハマってるっていうのも変だけど昔からある食べ物だけどさ、なんか私大人になってからなんか唐揚げ好きになった。へえ。うん。そう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 。でもありますよね。子供幼少期の時は苦手だったけど、ね、大人になったら。もう代表格といったらあれかな、キノコとかかな、なんかほら椎茸とか、ちっちゃい時なんでこんなの臭いの入れんのと思ってたけど、もう今椎茸もマスト用品じゃないですか。そう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 。美味しいよね。あれ入ってないと汁とか味がしまらん。そうそうそう。あの仙骨に出てたあの女の子、妹さん、はいはいはい、あの人は沖縄の人、うん、違うんだ、うん、すっごいうちなじらしてて言葉もうまかったから、うん、なんかこの多分本当女優プロフェッショナルの人だなと思ったんですけど、うんうん、なんかインタビューがあって、うん、でその時にこの普通にみんながどんな会話してるのかっていうのをライカをずっと歩いたりとか街を歩いて喋って耳慣れさせて、そうなんだね。すごい上手かったから、ね、なんか沖縄の人なのかな。普通に喋れてました。やっぱり内地の役者さんだとちょっと無理なとこがあって、やっぱりこう他の人は違和感ないかもしれないけど、沖縄のこの耳慣れてる人がしたら、さあつければ沖縄の言葉じゃないみたいな、なんかこうイントネーションのこう標準語なんだけどイントネーションの違いってあるじゃない。それもマッチしてる。もうあの女の子すごいね。だから沖縄の子かなと思った。めっちゃうまって思って。うん、内地の子なんだ。へえ、すごい。顔もすごいはっきりしたし、ね、でもちょっとあのね、まあこれあんまり言えないけどねあのお父さんにおまた見られるね。まあ確かにあれはすごいなと思った、うん、あれはあの状況になってもうんって私は言えない。言えないなと思う自分も伝ってます。そして結構なんかあれさ、誰が出てるか見ないで行くと楽しいかもね、うんうんうん、もう途中でそう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 、この後ろ姿はマジってなるもんね大爆笑みたい。太鼓さん、タンドリーチキンも食いたいだって。あー、ずいぶん食べてね私タンドリーチキン。もうやだ、やめてよ。お腹空いてきた。まあ、指導者いるけど、いてもやっぱイントネーション難しいねって地域もあるから。うん。うん。そう。これってさ、いろんな人がカバーしてるじゃない。はい、でもやっぱりいいよね、このおじゃみさこさんの声が。めっちゃしっくりくるね。もう喋る時間なくちゃう全部流します。おろしますか。あと何分これ。あと4分。あ、これが4分。え、あ、うん、曲はあと1分10秒くらい。ちょっと喋りますかすてきな曲の途中ですけど、私の声お邪魔いたします時間がなくなっちゃうの で、ね、シュプリームさんからあのひふみさんにありがとうございますっていうお返事も来てましたね、うんうん、はい、最後さんはなんかね、なんか鳥インフルエンザにかかってるらしい食べたい唐揚げ食いたい、タンドリーチキンも食いたい、うん、私も食べたい、届けてほしいね、で太鼓さん、地方舞台の映画とかだと地方の言葉の指導者がいるらしいよ、うんうん、ね、そうだよね。だけどなんかやっぱり、まあ、東北弁とかもそうだけど、はいはい、沖縄の言葉とかってとっても難しいじゃない、うんうんうん、なんか独特の、うん、抑揚があるので、はい、なんかあーすごいすごいね、うんうん、じゃあなんか本当すごいね、素敵な女優さんだね。これからの活躍に期待したいと思います。はい、はい、さあもう終わりの曲が流れてきちゃったあっという間あっという間でしたね今日ね。そうだね、うん、ねこの間ね、2月の中旬に、はい、県立の陽明高校というところに行ってグリーフケアの、授業を2時間してまいりました、はい、で今度18日に今度は沖縄水産高校の、はい、今度3年生になる今2年生の生徒さんに、はい、今度
グリーフケアに時間をお話しするっていう ご依頼をいただきました、うん、なんかこういうふうにねやっぱ若い人たち、うん、そして何かそういう死を知らない人たちの年代にどん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 まあ伝えていきたいなと思います、うんうんうん、で最近ね2月の終わりに東京で児童養護施設の施設長さんが卒園生に刺殺されるという事件があったんですけれども、うん、で本当にもう15箇所ぐらい刺されて最後ナイフの柄がこう折れてるぐらいにこう刺されてて、はい、で、まあ、そのまだ施設長さん40代でやり手の方い、うんはい、なんですが私もともと児童養護施設で働いてたので、はい、なんかちょっと嫌な気がしてたのね、うんうん、そしたらやっぱり、私が働いてたところの元同僚とお知り合いで仲の良い方だったということで、はいはい、なんかお通夜とお葬式ね、昨日と一昨日だ、うん、で済ませてきたっていうことだったんですけども、うん、なんかそれに行くのにあたって、まあ、心動揺してるのでなんか、うん、共有してちょうだいということで、うんうん、まあ命の成り立ちとか、うんうん、寿命とかなんかこう殺されるまでのそういう自分の選択とか、うんうんうん、まあ、そういうことをお話ししたりとかしたんですけども、うんうんうん、やっぱりねなんかこういろんなシーンがあるけど、うん、なかなか殺されて自分の知り合いが死ぬってなかなかないよね。なのでなんかまあそういう、まあ、高校に授業も行ってますけどそういう団体とか東京都の方とかになんかそれこそグリーフケアの講習行けないかななんて思っていました。はい、はい、こういうグリーフケア就活のご依頼ですけれども光の窓沖縄と検索すると私のホームページ出てまいりますのでそちらの方からお問い合わせくださいませ。はい、はい、そんな事件がありました。悲しい事件ですね。本当です。はい、そういうことがなかないような、まあ、世界にしていきたいと思います。早いんですけどもう来週になります。はい、では次の月曜日また1時にお会いします。超ギリギリだったありがとうございました。もうチキン食べたくなっちゃったよね、タイゴさんヒヒヒじゃねえし本当食べたくなった。唐揚げ買って帰ろうかな。お疲れ様です。またね。ありがとうございました皆さん。